こちら会場です。阪神から4位指名を受けた瞬間はですね、ほーっとこのほっとした表情が百崎選手から見られました。さらに隣にいたお母様もですね、涙をこうハンカチで拭うようなそんな瞬間も見られていたこの会場です。まもなくですね、4位指名を受けた百崎選手が会見を行うということになっております。こちら東海大青少高校です。今会場の方にお母様の姿が、やってきました。はい、お母様そして野球部の野中監督と、この後阪神4位指名の喜びの会見が入ってまいります。熊本青少高校、はい、4位指名を受けた百崎選手ね、後ろにいた選手たちからもおおという喜びの声が上がっていました。仲間たちに見守られて、指名を受けたという百崎選手です。まあ、この喜びの瞬間もですね、非常にほっとした表情、そして引き締まった表情が、随所で見られた、瞬間となりました。走攻守揃った内野手として、まあ、プロの注目を集めていた百崎選手です。さあ、まもなく会見がこちら始まるようです。百崎を挙げるためにたくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ずっと、プロ野球選手になることを目指して、まあ、本人の中でもですね、いろいろもう葛藤もあったと思うんですけれども、今日晴れて、この日を迎えて、阪神タイガースさんに指名をいただきまして本当に私自身も嬉しく思いますし、またこれからプロの世界に入って今後が大事だと思いますので、またさらに身の引き締まる思いでもあります。本日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして、事前にですね、各報道機関にメールでお伝えしたように、私の方から百崎に対していくつかの質問をしたいと思っております。まあ、その後、記者の皆さんからのご質問に、お答えする流れで進めてまいります。じゃあまず一つ目なんですが、阪神タイガースから指名を受けて今どんな気持ちですか？まあ、今は本当にほっとしてるっていう気持ちが一番あって、本当に嬉しく思います。はい、じゃあ次にですね、今の気持ちを一番誰にどんな言葉で伝えたいですか？やっぱり一番は本当にお母さんがそうですけど、やっぱりそう、お母さんとお父さんで自分を産んでくれたので、天国にいるお父さんにもありがとうっていうふうに伝えたいなというふうに思います。阪神タイガースの印象を聞かせてください。まあ、やっぱり今も首位でクライマックスシリーズ行かれますし、やっぱり強いなというふうな印象がやっぱり一番あります。監督は岡田監督ですが、岡田監督の印象はどうですか？いや、もう本当にすごく選手に寄り添ってくださる監督だと思いますし、本当にいい監督さんだなというふうに思います。指名されるまでどんな気持ちで待っていましたか？まあ、本当正直なこと言うともうないのかなというふうに思ってたんですけど、やっぱり本当にこう後ろでチームメートのみんなだったり監督さんが待っていてくれたので、本当に心強かったのは心強かったです。それではこのプロ野球になってから、選手になってからですけど、どんなプロ野球選手になりたいですか？やっぱり勝負ごとに熱いような選手になっていきたいなというふうに思ってますし、一つの試合も無駄にすることなく自分の経験に組み込んでいけるように、そして一軍の舞台で早く活躍できるような選手になりたいなというふうに思ってます。私からはこれ最後になるんですが、目標とする選手はいますか？いや、そうですね、やっぱり守備が自分はちょっと苦手という意識を持っているところがあるので、やっぱり阪神の木浪選手のようなうまい守備をできるようになっていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。